い、皆さんちゅー。はい、というわけでね、見てわかる通りなんですけれども、まあ前回言っていた、こいつな、ガルーダさん、ガルーダさんを無限に ハプニング、まさかのハプニング。はい、はい、というわけでね、こいつの裏だもうやめてねえ裏側ね、そう、裏側まあ、うん、大丈夫かな。はい、やっていこう。じゃあ俺は早速ね、ストライクゴッドバルキリーゲットしたので、こちら一回は戦ってみたいと思います。こんな感じね。いきます。ビビはもう決まってるのかな、出すやつ。うん、よし、じゃあ俺からいきます。3、2、1、ガッシュやったなんだこいつ、なんだこいつ、おし、まあ、行った方でしょう。はい、じゃあ次ビビ、なんだろうな。やったぜ、ストライクゴッドバルキリー強え。まあ、いつも通りレジェンドスプリンガーでやってみるよ。レジェンド、うん、荒ぶってる。どうしたお前、どうした、おう、はい、3、2、1、ガッシュ。落ち着いてますね、うん、確実にダメージを与えくスタイルだが、しかし弾き飛ばされない。うっ、てかこれやべえ、あ、跳ねた。え、どうした、やだって逃げてっちゃった。かわいそうにスプリンは。ああ、ああ、じゃあ次俺の番。3、2、1、ガッシュ。あれ、ああ、ダメージで変な風に回っちゃった。ギョインギョイン、失速中これはビクともしませんね。おお、俺こいつ倒せたの奇跡なのかな。ええ、何事、俺が行く。おいほい、効かねー。なんならなんか背が低くない？うん、そう思うのは僕ら自体。いや、低い、低いよね、当たんね。相当斜めにしないと、さっきの俺みたいに。だって削ってたもんね、下はい、3、2、1、ゴッシュ。おー、一撃ー。ってなわけで勝ったのはこの2体。やったぜ。